僕は、ここの大学の出身者ではないんですけれども、はい、天願監督とは、その天願さんの作品であったりとか、あと今村翔平監督の「このうなぎ」の脚本家であったりして、そういうところで、映画のシーンで出会って親しくさせてる、いただいてるということで、今日お招きいただきました。はい、この人はものすごく本当は危ない人なんですね、危険な人なんだけどそう見えないっていうね、ここら辺に何かの秘密があるんじゃないかと思って、注目してピース・オブ・ケークの予告を見てもですね、爽やかなね、一見爽やかに見える恋愛映画ですよね、一見ね、一見、はい。である時期から友野さんはその監督を始めましたよね、はいはい。これはピース・オブ・ケークに至るまで3本拝見していると、もうほとんどっていうかな、ちゃんとしてるじゃないですかまあ1本目から結構ちゃんとしててですね、嫌、はい、だなと思って見てたんですけどね。意外とそれ言われますね、うん、意外とちゃんとしてるじゃん、簡単にされたらたまんねえなと思ったんだけどちゃんとしてるんで、ちゃんとしたスタッフを集めたんですよねここは、それは大切なことですね。大切です、はいはい。自分の意見を一番ベストな形で、世界にプレゼンしてくれるやっぱりスタッフと出会うっていうことは非常に大切なことだと思いました、ね。うん、ただそれをなんていうか握ってこうコントロールして、はい、自分の希望してることをやってもらうっていうことにはね、そのやっぱりテクニックがいるわけで、はい、みんなが集まればいいかっていうとね、そのバラバラになっちゃうとそうもいかないんで、はい、そこら辺はまあ長年表方として制作現場に関わっていたことは役に立ったと思うんですけど、はい、そうですね。てか何を目指してるんですか、映画で。どんな映画に、今イーストウッドって話じゃなくて、イーストウッドみたいな。なんでなんでもうちょっと具体的にさ、この先どこへ行っちゃうのかっていうのをせっかくだから聞いてみようかな。いや、そうですね。でもその俳優って、まあ、俳優部って、その映画の現場や、まあ、映像の現場では呼ばれるんですけれども、まあ、それぞれの部なんですけれども、その俳優をやってると何かしらそのもっと全体像を見たいっていう欲求不満が残るんですよね。俳優ってその本当に、ピンポイントで自分が出るところだけその撮影の現場に来て、そして終われば帰っていくっていうことの繰り返し、まあ、主役になれば主役になるほどその滞在時間は長くなるわけなんですけれども、その現場に、ただ他の時間も映画作りであったり映像作りの場合は、あるわけで、それをやっぱり最初から最後まで見てみたいっていう欲求ですね。はい、それが、その監督をやってみようっていうことにつながったんだと思います。そして実際にやってみて、その俳優部だけで見てるものよりも全く違う風景が見えたっていうのは自分にとって非常に財産になりましたね。それはそうだでしょうね。表で我々が見てて結構この人は仕事してるなとかいっぱい出てるなっていう人でも、はい、そういう意味でカウントしていくと実はそれほど長い期間その映画やその作品に関わってるわけではない。そうですね。主役だとまあキャンペーンだなんだもあったりして、はい、拘束は長くなりますけどね。だから残りの時間はそうじゃないことをしてるわけですね、俳優って。そうですね、うん、これは果たして割のいいバイトなのか割が良くないのかっていう考えなんですね。もできると思うんですよ。俳優って本当に潜在的な失業者だと思うので、仕事がない時どうやって暮らすか過ごすかっていうことがある種の価値というか、その時間に何をやってるかっていうことだと思うんですよね。ある著名な俳優さんがやはり撮影の現場でそういうことをおっしゃってて、こう待ってる時間に何をするか、俳優はね、これから生きていくために俳優としてというお話をされて、ああそうかと思って、その俳優さんがじゃあ待ち時間に何をやってるかって言ったら、まあ、ロケで地方に行ってたんですけれども、地方の女性をナンパしてましたさすがだと、さすがの時間に、はい、時間の潰し方、無駄にしないということですね。人間観察ってやつですよね異性観察、はい、さすがだと思いましたね。所さんはその俳優としては、俳優も好きなわけですよね。別に映画監督も俳優も好きです。廃業して映画監督になっちゃう的なあれはないですよね。あ、そうですね。もう好きなことしかやってない、やってこなかったので、でももう本当にラッキーなことにそれがなりわいとして成立してるんで、うん、映画がやっぱり好きなんですよね。映画が好きっていうのは、まあでも俳優ってその自分の肉体を駆使してっていうことでは、非常に効率のいい表現方法だと思うので、そういう意味ではまあダイレクトですしね、いいと、好きですね。僕昭和の脇役の方が大好きだったんですね。はい、殿山太一さんとか、小沢昭一さんとか、まあ、三井浩二っていう人とか、佐藤圭さんとか、もうものすごいその本当に顔力の俳優さんで、もうワンシーン出てただけで印象に残ってしまうみたいな、そういう俳優さんが大好きで、まあ、そういう方たちって、多彩で、殿山太一さんなんか文章を書かれてて、たくさんね著書も残してらっしゃるから、まあ、そういう人たちのこう影響を受けて、なんかそういう人たちのように暮らしていけたらいいなっていう漠然とした憧れがあって。まあ、そういう人たちのように暮らしていけたらっていうところにそうですね、そういう人たち、そういう人たちのようにやっていけたらいいなっていう、そう、映画というのはその現場が好きっていうことですか？それとも映画を見てて、その今昭和の名優の話が出ましたけど、映画のやっぱり現場が好きですね。非常にその本当にマンパワーでアナログなところが、まだこういうことを、こういう現場があるんだっていうことにほっとしますね。何でも今ね、スピードとやっぱり合理化っていう時代ですけれども、それでもやっぱりものづくりの現場っていうのは本当に人間の一つ一つの手作りなんだっていうことに。最初に映画の現場行ってそういうふうに思ったことって何か覚えてる？最初が鉄夫ですからね。おお、そうですね、マンパワーですね。マンパワーです。まあググっていただければ鉄夫という映画がどれだけ手作りかっていうのが分かると思うんですけれども、本当にだって出演者が3人で、スタッフが監督自身が出演してて、照明、演出、まあほとんどやってて、撮影も自分で、撮影もやってましたね。でだから手伝わざるを得ないですしね、出演者であったとしても、それで1年半ぐらい撮影してましたし、だからそういうもんだと思ってしまったのが良くなかったのかもしれないですね。なるほど、はい、でもまあその洗礼を受けて、これはやりがいのある仕事だっていう、映画監督をやってから、はい、やりながらですけど、そのやって一本の作品を全部通して参加したりしたことで、今度俳優に戻った時に何かやっぱり変わったことってありました？一番変わったのは、もうとにかく現場に迷惑かけないっていうことですねこんなに大変なんだと、一本の映画を作るのに、それでこれだけの人が関わってて、まあまあみんなの思惑がいろいろ、それがねもう絡まり合って最終的に出来上がるっていうことを体験したら、もうその俳優部の一員としては、なるべくその船にあった何を求めてられてるかっていうことをもう把握して、今言ったこととはちょっと矛盾するかもしれないですけれども、俳優としては効率よく一番ベストなものを発表 したいっていうふうには思いましたねもう自分がやっぱり監督した時、こう面倒くさいなこの俳優とかってやっぱり思ったりするんですよね。うん、でも気持ちは分かるんですよね。俳優としてこのセリフがちょっと言いづらいとか、あ、なるほどね、うん、いや言いづらくても言ってくれりゃいいんだよって心の底では思ってるんですけど、俳優としての俺が、うん、その気持ちも分かるんだっていうやっぱ葛藤なんですよね。なるほどね、だけど監督としてはもう時間もあるし、その全体、うん、撮りたいものが他にもあるしっていうことの、やっぱり葛藤、まあでもそれが面白いですよね。やっぱりその俳優が演出する時なんかも自分が俳優の気持ちが分かるってことはプラスに働くこともあるわけでしょ。そうですね、はい、逆もあるわけですね。ありますね、はい。あ、最終的には監督の頭になってこう冷酷に「いやいいんだよ」っていういや僕はそういうキャラはできないので、怒鳴ったりするのは、まあ、怒鳴る必要はないですね。もう一回ちょっとまだ最初の監督をした時は自分の監督としてのキャラ設定ができてなかったんで、自分はどういう監督のスタイルで行ったらいいのかって思った時に、なんかまあ現場でちょっともたついたことがあった時に、助監督さんにちょっとここは怒ってみないと、怒ってみせないとダメなのかなって思って、怒ったら助監督に逆入れされたんですよ。そんなこと言われてもさ言われて「しまった」って思って「ああ俺怒るキャラじゃなかったんだ」と思って、そっからもう怒ることは、やめましたね。怒り慣れてないから、怒り慣れてないし、慣れてないですね。はい、そうですね、しかもその助監督さん年上だったんですよね。これはやっぱり良くなかったなと思ってそれからはもう自分の、そういうキャラじゃないっていうことで、まあそうやって何本かやっていくうちにだんだん自分のスタイルみたいなのも決まりつつありましたね。なかなか一見すごく腰が低く見えるんですけど、この人はなかなかすごいですよ。その一見そう見えるだけでですね低い腰のままこう動きませんからね。いやいやそれ一緒じゃないですか一緒じゃないですか、それはもう今村翔平イズムですよ。そういうことはでも今村監督に本当に教わりましたよね。ねちっこくもうとにかくすごく印象に残ってるのは「人間をわしづかみにしろ」っていうね発言はやっぱり印象に残ってましたね。それとあと今村翔平監督の現場で、教わったのは今村監督ってねもう一回としか言わないんですよね、はい、ダメでも俳優を見てて。演出してる時にそれは、なぜかって言ったらそれぞれはのパートのみんなプロを集めたんだからそこは君たちが考えるべきだろう、だから違ったら違うっていうしって言って、だからどこが違うっていうのは言ってくれないんですよね。それはそれぞれの、プロのパート、が考えるべきであるっていうふうに、だからそこはすごく教わりましたね。あ、じゃあそういうスタイルですか。そう、そうですね。もう一回いやそんな言い方しないもう一回これに騙されちゃいけません。いやでもその今村監督の時代とはやっぱり時代が違うので、それじゃましてやねその今村監督というキャリアがなせる技なので、そこはやっぱりそういう人たちとは違うっていうことで、僕の場合はケースバイケースでいろんなタイプの俳優さんがいるので、その俳優さんにできれば合った即したやり方を、だからこの人はいろいろ言った方がより面白いものが出てくるっていう時はやっぱり言うし、あるいは言わない方が自発的にこう出してくれるっていう人は、だからなるべくそういう人たちを、のタイプを見極めようとして演出はするようにしてますけれどもね。それは演出するようになってからそういうことを意識するようになったと。それともそれまで自分が俳優としてやりながらもなんとなくそういうことに多分あったと思いますね、うん、だからいろんな監督がいて100人いれば100人以上のタイプがあるんで、その何をその監督が望んでるかっていうのを読み取るようにするっていうのはありましたね、うん、さっき言った俳優は出てる時間、つまり俳優として仕事をしてる時間が短いから残りの時間どうやって過ごすかっていうこととセットで考えなきゃいけない仕事なんですね。アルバイトしながらっていうことが大体多いわけですけど、それでも30、40になってもそれをやり続けなければいけないとするとね、その時にスタッフとしての能力が少しあるんだったら、そういうお手伝いをすることもいけるわけじゃないですか。他の人の芝居を袖から覗くこともできれば、現場で見ることもできるわけじゃないですか。でそういう形でなんとかその食い込んでいくことも必要かな。何人かそういう、例えば制作部からというか、売れない頃制作部もやりながら俳優をやってたっていうような人とか、ピンク映画の現場でスタッフ兼キャストでやってた人とか、何人もいますよ、そういう人もね。だから本人がやる気さえあればそういう可能性もあるので、そういう道も一ついいのではないかと思って、身体表現コースっていうのを作ろうと。やってみなきゃわかんないですけど、でもいいと思いますけどね、それは。ね、若い時ってまだやっぱりね、ぼんやりしてると思うんで、そのぼんやり期間をね、どういうぼんやりに過ごすかっていうことが大切だと思うんですよね。すごいいろいろ思ったり考えたりとかできる、時間になれば、すごい、今後プラスになると思いますよね。今ぼんやりしてる人がいるかもしれないけど、いつか目覚めますし、まあ一生目覚めなければそれはそれで幸せかもしれないですよ。それはもうポケモン GO だけあってね、一生過ごせればラッキーですよ。それはね、お釈迦様が目指したところですからね。なかなか普通はそうなれない。どっかで目覚めてしまう。目覚めた時にいろんなことが、今まで分かんなかったことがビビッとつながったりなんかするんでしょう、きっと。だからそれまでぼんやりしてる間にどんなものを見たり聞いたりしているかってことが重要なんですよ。そうですね。それが目覚めた時につながっていって、いろんなことが分かるようになってくるんだと思うんですよ。もうすでに目覚めてる人はいいですよ、そのままね、やりたいことをやればいいんだけど、なかなかそんな簡単にね。そうですね。20歳そこそこで。いや、そうだと思いますよ。ね、あれもやりたい、これもやりたいっていうのもあるだろうし、逆に言えばもう何やっていいか分かんないっていうね。ポケモンもやりたい。ポケモンもやらなきゃなんないし、ね、シン・ゴジラも見なきゃいけないですよ。インスタもやんなきゃなんないし、ゲームね、今の子はすっごいやることあるじゃないですか。それだけで一日終わっちゃうもんね。まあオナニーももちろんしなきゃいけないしね、当然必須ですよね、男子のね。大変ですよ、今の子は。僕らの頃はまだ情報が少なかったので、まだなんか良かったのかなって思いますけどね。僕がバンドやり始めた80年代っていうのも、すごく政治の季節が終わって非常にこう閉塞的な時代で息苦しい時だったんですけれども、その頃に、アングラっていう、まあ、アングラ演劇であったり、あと、パンクムーブメントっていうのが入ってきて、それに僕は救われたというか、あ、こういうことが世界で起こってて、それは自分も参加できるんだっていう勇気をもらったんですけれども、もう今の人たちはやっぱりそういう勇気をこういう学校で発見できるっていうのはすごいラッキーなことだと思いますけどね。これだけやっぱりすごい現場でプロの人たちが活動してる学校なわけですから、もうその人たちから話を聞いたりね、一緒に飲みに行ったりとかするだけでも、何か違うこうページが、自分の今までなかった教科書だけの世界がじゃない世界がこうページが広がるような気がしますけれどもね、自分の捉え方次第では。まあそういうふうに活用してくれると、いいと思うんですよね。いろんな、つまり皆さんがまだ会ったことないような大人がいっぱい映画の世界にも表現の世界にはいるので、だからそこに行きたければ、結局そこを通過しなきゃどっちにしろいけない。一人だけで何もかもできるわけではないし、映画ってみんなで作るじゃないですか。そうですね。そこはだから複雑で難しいんだけど、分かってくるとものすごく面白くて、いろんな可能性がまだまだあるものだと思うんですよね。ただその分かるまでが難しいから、学校に入ったり、あと修行期間がないとなかなかそこにたどり着かない。一人で自主映画撮ってても、それでいいんで、僕も自主映画出身で、塚本も自主映画でやってたわけだけど、そこで満たされなくなって、こういろんなことをやっていくじゃないですか。ね、野球が好きだっていうだけだったら、草野球をやってりゃいいわけですよ。でもしプロになりたいと思うんだったら、それは草野球でのレベルではプロにはなかなかなれない。まして一軍になってレギュラーになることも難しいし、さらにメジャーリーグを目指すんだったら草野球のレベルではダメなんですね。そういうふうにある種の訓練を経ていかなきゃいけない部分があります。もちろんそれとは別にもともと持ってる才能みたいなことで勝負するっていう部分もありますよ。ただそれだけではできないですよ、映画って。そこが音楽やアートなんかとちょっと違うところですよね。さっきの友野さんじゃないけど、怒鳴らないで腰を低くしながら人に言うことを聞かせるとかねそういうことはやっぱり草野球レベルではとてもできないですよ。それはもう現実社会、現実の人間関係においてもやっぱり非常に役に立ちますよね、そういうスタイルが、うん、何にでも活用できる、変換できる作業だと思いますね。そうです。だから映画を見て、映画でいろんなことを勉強し、映画を作る過程でもまたいろんなことを知って、自分で判断して自分で考えて、自分でリスクの少ない方を、うん、それをみんなをそっちに向かわせるにはどうするかっていうところでは、うん、腰の低い作戦も含めてもいろんな手練手管を使ってそれで、ね、そういうことがね、やっぱりそういうなんていうか、人間として生きていく力が強いっていうことがないと、これから日本映画もダメだと思うので、人間力ですからね、結局表現ってだったりするので、まあ、表現しなくてもその人間力さえ持ってればね、生きやすくなると思いますしね。そうです。でやっぱりね、その人間力のベースになるのは体力ですよ。やっぱ身体表現じゃないけどね、やっぱ体を使うじゃないですか、映画って、はい、さっきのアナログみたいに頭で考えてチャカチャカやるっていうだけではないんですよ。実際にそれを具体的に作ったり持ち上げたり、落としたりなんかしながら撮るわけですから、そういうまあ、体力だってね、スポーツ選手的な体力じゃなくて、そういう自分のイメージを実現する、具体的に実現させるための力、フィジカルな力っていうのも同時に必要になるので、まあだから体力つけろって学生にはね、言っているわけです。そうですね、最初「アイデア&ティティ」っていう映画の、主役がなかなか見つからなくて、最終的に、まあ、1年かけて銀杏ボーイズっていうバンドをやってる峯田君と出会って、それでもう彼がやっぱりすごい人間力があるんですよね。それですごい純粋だし、汚れてないし、なんかそういうのにもう本当に見入られて、それでまあずっと出てもらってるっていうのは、やっぱり他の俳優さん、既成の俳優さんと全く違うっていう存在感、そしてやっぱりどっかで自分の作品には常に出続けてほしいというか、そういう、そして彼に会うとやっぱりその純度の高さにこうなんか反省させられるんですよね、自分が。なんかだからそういう思いをしたくて、まあ、毎回もう対決だと思って呼んでるんですけれども、まあ、そういうまた既成の俳優さんとは違うなんか魅力で、はい、出てもらってます。大丈夫ですか？はい、峯田君のファンですか？ああ、好きだよね。まあね、峯田君に会うとみんな好きになっちゃう、ね。いや僕は、まあ、さっきも言ったようにそういう昭和の本当に顔力のある俳優さんが好きなんですけれどもね、まあ、ブロンソンとか知らないですよね。チャールズ・ブロンソン。チャールズ・ブロンソンとかお好きですか？大好きですね、はい、もう本当にぶちゃむくれ俳優で、でも大スターなんですよね、70年代の。こんな顔、こんなひどい顔でいいのかと、映画に映ってっていうぐらいすっごいパンチのある顔で、僕らの頃はそのブロンソンとブルース・リーだったんですよね。まあ、ブルース・リーって知らないのかな、もうね、ジャッキー・チェンまでは知ってるよね。もうその前の、このカンフーの道を切り開いた人なんですけどね、そういうなんかちょっとやっぱり全て揃って持って輝いてる人じゃなくて、何かマイナスなポイントだから、ブルース・リーも東洋人なんですごい小さいんですよね。その人たちがやっぱり外人をバッタバッタと倒すっていう「燃えよドラゴン」っていう映画を見た時にやっぱりすごい衝撃を受けて、もう次の日もう学校の窓ガラスみんなで割ってましたね。そのぐらいのカルチャーショック受けるような、でもそういうもうすごいチビなんですけど、だからそういうマイナスをプラスに転換するキャラクターっていうのが好きですね。崩れそうになる時は毎日ですね。もう本当に俳優やってても、ああ本当下手だなとか、もう現場でなんか、自分なりに準備をしてきたつもりでもやっぱりこうその頭の中で考えてたものと実際の現場に立った時のやっぱり違いであったりとか、そういうのはもう本当に毎日ありますね、仕事では。もうそれで監督やってる時ももっとうまく何かこう伝達できたんじゃないかとか、そういうことはありますけれども、反省はしないようにしてますね。反省すると前に進めないからっていうふうには自分で、思ってて、とにかく前にこういうこの作業ってこの仕事ってとにかく具体的なので。とにかく毎日をこう、いっぱいいっぱいでやっていくしかないなっていう感じで毎日落ち込んでますね。はい。あとやっぱり俳優で僕背も高くないしルックスももう本当に普通なんで、俳優ってすごくやっぱり残酷で。ビジュアルのヒエラルキーって歴然としてあるので、やっぱりそこはもう最初からもう落ち込んでますしね、だからマイナスからの出発点なんで、だからそういうところでは気持ちが強くなったと思いますけどもね、だからそういう人たちに負けないものを出さなきゃなんないから、ビジュアルのいい人たちのない部分を。でもそういう芝居を考えることも面白かったりしますよね。面白さにつながったりするので。あとは何でしたっけ？あ、燃えるような。燃えてますよ。どっちなんだ。どっちなんだ。どっちなんだよって。だからこういう仕事って一番真逆なものを一番バランスよく自分の中にあるのが一番うまくいくと思うんですよね。だから。なんかそういう意味ではなんか いつもなんかやりたいなって思うし、それで新しい脚本が来ると読んで「これはついに来たな俺の当たり役が」って毎回思ってますし、それで今の作品がと思うと、次の作品が俺の当たり役になるなって思ってるし、なんかそういう。なんか楽観的な希望みたいなものもあって、なんか毎回こう新しく出会うものに対してはこういつもカーッときますね。はい、では田口智朗さん、天眼大輔部長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。